この夏を西部に捧げる女の子が出てきてしまう。私はこの夏を西部に捧げようと思う。ナルセなのに西部なの。西部百貨店でバイトするんやろ。正気なんやろか。ライオンズとは変えてないのでセーフ。あなたがライオンズで満たされる毎日。夏のベルドとか地獄でしかないやろ。殺度がなくなってクソスタジアムの王位が帰ってきたな。ナルセはテントを取りに行くって漫画化してんね。ヤオット様が小説読み終わったし私も読もうかな。でも普通になんかセーブ懐かしくて泣きそう。ロッテのナルセの話かと思ったらなんか女の子がセーブの湯に来てた。セーブファンの女の子が山川穂高のユニフォーム持ってるの時代を感じる。女子中学生の主人公のナルセあかりが夏休みをセーブに捧げたり M1 グランプリに出場しようとしたりする漫画です。本屋大賞受賞作。サウナに全てを捧げるのか。ご視聴ありがとうございました。